はい、どうも神仏応援団流です。今日はですね、2024年1月の神社ツアーのお知らせです。はい、ということで、今日はですね、2024年1月、2024年の一発目のですね、神社ツアーの、お知らせなんですけども、まず、日時がですね、2024年1月22日月�曜日午前10時、そして行き先なんですけども、行き先は神奈川県の、寒川神社さんの方に伺いたいと思います。で、参加費は無料なんですけども、集合場所が寒川神社さんの横に、宮山神社さんっていう神社、があるんですね。で、ここの宮山神社さんに集合という形にしております。で、自由解散ですので、もしですね、時間に限りがあるという方はご自身の都合で、解散していただいて構いませんので、とにかく一発目は、寒川神社さんの方に伺います。はい、で、寒川神社さんなんですけども、実はですね、全国で唯一の八方除けの守護神でもあるんですね。で、八方っていうと、人をですね、九星に当てはめていくと、9つの種類に分けるということですね。で、真ん中に一つの星があって、その四方八方の八方ですね、周り八方に他の星があると。で、真ん中の星っていうと周り八方全部囲まれてますので、八方塞がりということになるんですね。で、この八方塞がりの年は、何かをやったとしてもうまくいきにくい、動きにくいというような傾向が、ありまして、この寒川神社さんでご祈祷を受けますと、この八方塞がっているのですね、全く関係なくしてしまうっていう八方除けの祈祷が、あります。で、これが、有名なわけなんですね。はい。で、今回はですね、祈祷は、受けられたい方は受けていただければいいんですけども、一つですね、ご紹介しますと、2024年ですね、の八方塞がりの年でいきますと、平成9年生まれ、そして、昭和63年生まれの方、さらに昭和54年生まれ、そして昭和45年生まれ、そして昭和36年生まれ、そして昭和27年生まれの方が、2024年が八方塞がりの年ということになりますので、もしですね、該当する方はですね、寒川神社さんの祈祷を受けられてもいいかなというふうに思います。はい。で、祈祷料は結構バラバラなんですよね。はい。なので、納めるですね、初法料に対してですね、その受け取れるお守りが違うというような形になってます。5000円から1万円から3万円から5万円からみたいな、そんな感じになってるんですけども、その辺はですね、ホームページまたご覧いただければいいかなと思います。普通にですね、お参りしに行くっていう方も全然 OK ですので、その辺ですね、ちょっと踏まえてご参加いただければなというふうに思います。はい。で、あとこの御祭神がですね、寒川大明神といいまして、実はですね、寒川彦の御事と寒川姫の御事というこの二柱を、総称してですね、寒川大明神というんですが、じゃあこの寒川彦、寒川姫、っていうのはどんな神様なんですかっていうとですね、実際のところ、謎なんですよ。誰だかわからないという。誰だかわからないというか、どういう系統なのかはっきりしてないというですね、そういう不思議な神様でもあります。はい。で、今回は、そこのですね、寒川神社さんの方に、伺いたいと思います。もしかしたら、ここの、寒川神社さん参拝した後に別で、移動する可能性もあります。しない可能性もあるんですけども、もし移動する場合はですね、各自移動という形になりますので、もしですね、移動が可能な方はですね、また行ってみたいよという方は、次のところもご参加いただければなというふうに、思います。はい。で、あとは、そうですね、初参加の方には、私ですね、プレゼント動画を、撮っておりまして、これはですね、行った場所の神様、今回だったら、寒川大明神さん、または目に見えない存在からのメッセージを個別にですね、その参加した方個別にメッセージを、チャネリングでですね、下ろしてお渡ししているっていうプレゼントも用意してますので、
ぜひですね、それも楽しみに、初参加の方は楽しみにご参加いただければなというふうに思います。はい。で、もう一度言いますけども、参加費は無料です。で、1月の22日ですね、午前10時に、寒川神社さんの横の宮山神社さんに集合ですよという形になりますので、ぜひですね、あなたのご参加お待ちしてます。で、詳細はですね、概要欄に、ホームページの URL と申し込みフォームの、URL 載せてありますので、まあ、そちらからですね、お申し込みいただければと思います。はい、ということであなたのご参加お待ちしております。神仏応援団今 LINE で友達登録キャンペーンをやっております。あなたの友達登録お待ちしてます。